俺は普段ここからそんなに遠くない感謝で寝泊まりしてるんだ。その方が遅くまでトレーニングできるからな。実家に戻るのは週末くらいだ。へえ、ってことはこのビデオも家族と見る感じかな。そういえばセスの家ってどういう家族構成なの？あ、ごめん、これ聞いて大丈夫だった？ああ、別に構わない。うちはごく普通の4人家族だ。お袋に親父と、それに兄貴が一人いる。兄貴が顔を出すことなんてめったにないけどな。あれ、セスがため息なんてついてる。珍しいこともあるもんだね。もしかしてお兄さんに会いたいの？店長はそのお兄さんとはどうなんだ？距離を取りたいとか思ったことはないか？お兄ちゃんとはまあまあって感じかな。もちろんたまにムってなる時もあるけど、いつも仕入れの時期になるとね、今度は僕が選ぶ番だーってあの手この手で煙に巻いてくるの。こないだ調べてみたら、なんと5回中4回もお兄ちゃんが選んでたんだよ。ふんだ、たまに狐に似てるなって思うけど、実の妹までバカす？普通。そっか、そうだよな。どの家も兄貴なんてそんなもんだよな。うん、うちが特別変わってるってわけじゃないのか。俺も別に最初から兄貴のことが疎ましかったわけじゃない。ガキの頃は一緒にザ・ビッグホローを見てたし、主人公のセリフを一字一句覚えたりなんかもしてたんだ。今のあいつはもうそんなこと覚えてないだろうけどな。顔を合わせれば単細胞だの自己中心的だの。え、単細胞に自己中？それはさすがにあんまりだね。あのお兄ちゃんだってそんなひどいこと私に言わないよ。そうなのか？どこも兄貴ってそうやって下の子をしつけるもんじゃないのか？セス、なんかかわいそう。二人がギクシャクしてる理由なんとなく分かってきたかも。セスのお兄さんを悪く言ってるわけじゃなくて、そんなことよりさ、ザ・ビッグホロー小さい頃に見たことあったんだ。ああ、調査員の実習生が出てきたろ。あのキャラが大好きでさ、誰もが未曾有の大災害だ、お前一人じゃどうにもならないと言ったのに、あいつだけは諦めなかった。あれこそまさしく正義のヒーローだ。そのキャラも映画の中で散々単細胞って言われてたよね。ああいう込み入った世界観と設定の映画だし、主人公の動機がシンプルなのはいいなって思ってたけど、だって映画に出てくるホローはなんかもう次元がぶっ飛んでる感じだったもんね。現実のホローとは似ても似つかないっていうか、科学的根拠がないならそれはもうただの SF じゃんっていう。へえ、店長ってホローにも詳しいのか。さすがはこの道のプロだ。やっぱ映画のことは徹底的に考察しないと気が済まないんだな。そうそう、考察。ああいう複雑な設定の映画はね、プロとしてちゃんと勉強しとかないと。ガキの頃はそこまで深く考えてなかったけど、主人公の人を助けるという選択に間違いなどないってセリフは今でも覚えてるんだ。兄貴が治安官になった時も、あの頃話してたみたいに罪のない人々を守る正義のヒーローになるんだって思ってたけど、あいつはまあそんなことどうでもいいんだ。俺がいつか兄貴より優れた治安官になる、それだけの話だからな。弟が単細胞なんじゃなくて
あいつが変わってしまっただけなんだって俺が行動で証明してみせる。今夜家に帰ったらあいつがまだあのセリフを言えるかどうか確かめてやらないと。セスのお兄さん、今日はお家に帰ってくるんだ。それに一緒に映画見るの？もしかしてお兄さんのこと実はそんなに嫌いでもなかったり？週末は家族で集まると決まってるんだ。映画はその俺が見ようって提案した。確かにあいつのことは気に食わないけど、縁を切ったわけでもないんだし、あいつだけ仲間外れにできないだろ。つまりセスは久々に実家へ帰ってくるお兄さんのためにわざわざこの映画を。家族のためだ、家族。お袋と親父もいるんだからな。兄貴が家を顧みないからって俺が家族のことから爪はじきにしたら、それこそあいつの二の舞だからな。俺は絶対にあいつみたいにはならない。はいはい、そういうことにしとこっか。それじゃあいい週末をね。うちは家族割もあるから今後ともごひいきに。ああお袋たちにも周りに勧めるよう言っとく。俺も治安局の方で同僚のみんなに勧めるからな。それじゃあ俺はもう行くか。実家はそれなりに遠いからな。また今度な。街頭インタビュー、本館にでありますか？はい、皆さん、どうやらこちらの治安官さんも我々のインタビューに興味を持ってくれたようですよ。それでは早速聞いていきましょう。ズバリ、あなたは幸せですか？屍ですか？いやいや、自分はピンピンして。あ、待ってください、まだ答えるとは一言も言ってないんですが。緊張されてますね。大丈夫ですよ、全然難しいことはないですから。ほら、せっかくのイケメンさんをアップで撮って。はい、カメラにとっておきのスマイルをお願いします。な、いけ。どうやらよく聞き取れなかっただけのようです。ではもう一度お聞きしますね。私たちがお尋ねしたかったのはですね、住民一人一人が心安らかに暮らす新エリートの、さらに日に日に発展を遂げているヤヌスクの中心で、これまた映画繁栄を謳歌するこのルミナスクエアに立っている今、あなたは幸せを感じていますか？感じていません。お兄さんたらご冗談を。我々ヤヌスクが市民幸福度ランキングの上位を欲しいままにしていることは治安官さんなら当然ご存知ですよね。はい、ですが去年の第二四半期あたりからは順位がどんどん下がってきてると聞いてます。そうですね、競争は熾烈ですが、ヤヌスクは必ずや破竹の勢いで返り咲き、いずれ頂点に。そういうことでもありません。治安官の視点から言わせてもらいますが、ここヤヌスクにおける3ヶ月ごとの平均検挙率は 1% から 2% ほど上昇していますよね。そうなんです
検挙率は地域の治安を分かりやすく可視化してくれますからね。ヤヌスクが次なる高みへ着々と邁進している何よりの証拠ですよね。検挙率の上昇は受理した件数の明らかな減少に起因しています。報道は認知件数の減少と検挙率の向上にばかり着目しますが、1日あたりの平均通報数から推算した場合で、あ、まだ話の途中です。マイクを返してください。いいですか。1日あたりの平均通報数から推算した場合、認知件数の減少は検挙率をよく見せたいがために。ちょカメラ止めて。治安官さん、一体どういうつもり。便宜を図り合ってお互い幸せになりましょうってだけのことなのに、どうしてややこしくしちゃうの。好みの顔だし、治安局に義理も入れるしで一石二鳥だと思ったのに。何、私に恨みでもあるわけ。そんなに私にクビになってほしいのね。いや待った、なんでそうなる。君がクビになったところで赤の他人の俺に何のメリットがあるんだ。それより質問に答えてる途中だけど、もういいのか。きっと私とあなたどっちかの頭がおかしいのね。どういうことだ。それだと君の頭がおかしいってことになるぞ。まあ普通に考えたらセスのことを言ってたんだろうけど、何でも遠回しに言えばいいってもんじゃないよね。理解できない。強引にインタビューしてきてろくに喋らせてくれないかと思えば、協力した俺に後ろ足で砂をかけて言ってしまった。確かにどこかがおかしいのかもしれない。それにあの人の首が飛ぶだなんだってのも謎だ。インタビューなんて応じるつもりなかったのに、それでもちゃんと答えたんだぞ。こっちは感謝されこそする。あんな、そりゃ治安局内部のデータなんてお茶の間に流しちゃったらいろんなとこに影響がありそうだし、一市民としては喜んで聞くけどさ。影響か、あいつが言いそうなことだけど、ひたすら向こうの思う通りにだけしてたらそれはもうただのやらせだろう。それか俺が知らないだけで暗黙のルールとやらなのか。セスが悪いわけじゃないよ。悪いのはこの世界だから。なんちゃって。どうかな、そういうのも悪いことばかりじゃないかもよ。セスみたいにまっすぐな人がもっといたら、この世界も今よりずっと住み心地よくなってたかもね。まっすぐ、普段話が通じないってよく言われる俺が、もちろん俺だって自分が間違ってるとは思ってないけどな。けどそれをわざわざ言葉にしてくれた店長には感謝してる。なになに、どうしたの、急に改まっちゃって。友達でしょ私たち。友達。私ずっとそのつもりだったのに。もちろん無理にとは言わないけどね。嫌じゃない。友達か。じゃあな店長、また六分街に会いに来るよ。報告があるから一旦治安局に戻らないと。またな店長。
リーゼ、俺を探してたんだって？なんだよ、シフトを変わってほしいとかか？違うってば。でもどうしてもって言うなら、セスが次に非番の時一緒にお休み取ってあげてもいいよ。いや、俺しばらく非番にならないんだ。はいはい、そうですか。そんなことより今日は他のことを伝えに来たの。あのね、セス、私セスのことが好きだから、私と付き合って。見えてないとは言わせないよ。せめて返事は私がラーメン屋で聞いたことを伝えてからにして。お、店長じゃないか。どうしたんだ、必死そうに手なんか振って。そんなことしなくてもちゃんと気づいてたぞ。自慢じゃないけど、これでも目はいい方なんだ。え、店長、この間のビデオ屋のお友達？偶然ね。でもセスと私は今大事な話をしてるとこなの。もうちょっとだけ待っててくれる？セスなら後ですぐ行かせるから。でも私もセスに急ぎの用事があるの。本当にもう1秒だって待てないくらい。平気だ店長、こっちは返事をすれば終わりだからな。リーゼ、俺は君とは付き合えない。うわー、なんていうか一刀両断って感じ。容赦ないな。さすがド直球、恐るべし。どうして？私何かセスの気に触るようなことした？いや、君は俺によくしてくれてるけど、それは好きとか愛とかそういう感情じゃないだろ。君はよく俺に声をかけてくれる。ただ君の振ってくる話題はついていけないものばかりで、会話が弾んだ試しがない。わざわざ訓練場まで会いに来てはいつも退屈そうに座ってるだけだし、それでも懲りずに通い続ける君を俺は到底理解できない。こないだ夜食を食べに行った時だって、俺と同じ白鉢ラーメンが好きだと言ってたけど、大将は常連の君が席に着いたのを見て黒鉢の方にアームを伸ばしてた。なんであんな嘘をついたんだ。なるほどね。あなたのために好きでもないことをしたり、あなたの好みに合わせようとした私の努力は愛の証明にならないっていうのね。何が愛の証明になるかはわからないけど、君が心から楽しんでいないことはわかる。友達っていうのは自分に無理をさせてまで一緒にいなきゃいけない相手じゃないはずだ。だからリーゼ、君は本当に面倒見がいいし根はいいやつなのも知っているけど、俺と友達に、あるいは君の言う恋人になりたいというのは本当に君の本心なのか。君はこんな小細工をせず、もっと堂々と心の底から欲しいと願ったものを求めるべきだ。俺はそう思う。そっか、羨ましいなお坊ちゃんは。堂々とおねだりすれば何でも手に入るもんね。自分が良かれと思ってお説教する時だって胸を張ってできちゃうんだから。しつこくつきまとってごめんね。うざかったでしょ。もうしないから安心して。これでいい。で、
用事って何だったんだ、店長。こんなこと言っても今更かもだけど、この前偶然ラーメン屋でリーゼを見かけてね。そうか、そんなことがあったんだな。あれ、もしかしてセスとっくに知ってたの？だからあんなにバッサリ振ったってこと？いや、初耳だ。さっきの俺、そんなにひどいこと言ってたか。正直俺だって思うところがないわけじゃない。リーゼは本当にいいやつだし感謝もしてるけど、もし彼女が俺自身じゃなくて別の何かのためにああ言ったんだとしたら、近い将来誰かが傷つくのは目に見えてる。彼女かもしれないし、俺かもしれない。だから、ただ俺はやるべきことをやっただけだ。なあ店長、これって独りよがりかな？よくよく考えたらリーゼはただ俺に会わせてくれてただけだ。そうしてくれた理由が俺の家に関係あるかどうかはともかく、俺があの子に親切にしてもらってたのは変わらない。あのセスが自分を疑ってる？あのな、俺だってまるっきりバカじゃないんだからな。俺はただ自分に良くしてくれる相手じゃなくて、本心で接してくれる相手のことを友達って呼びたいだけだ。店長だってサッカーやってる俺を見てバカみたいだって笑ってたろ。俺にはそれくらいがちょうどいいっていうか。へえ、セスって M だったんだね。ちっかう、思ったことを素直に言い合える仲がいいってことだよ。店長がバカみたいなことしてたら友達として俺もはっきりそう言う。それで家が金持ちだからっていい気になるなとか、わけのわからないことは絶対に言わない。ねえセス、聞いてもいい？本心で接するってどういうことだと思う？私だってセスに何にも隠し事がないわけじゃないから、そんなの別に構わないというか、当たり前だろ。秘密の一つや二つ許せないんだったら、あとはもう戸籍謄本の交換しかないだろ。言っとくけどしないからな。俺だってもうガキじゃない。友達のことなら何でも知ってるなんて自慢できた時代はとうの昔に終わってるんだ。店長は口先だけじゃなく本気でセスっていう人間と向き合ってくれてるのがわかる。それが俺にとってはかけがえのないものなんだ。いいこと言うね。そう思ってもらえて嬉しいよ。おう、気の置けない友達は貴重だから大切にしろってチンイ先輩も言ってた。だからこれからもいざ言うと恥ずかしいな。これだ、やめたやめた。俺の言いたいことはもう十分伝わってるだろう。今日はこのくらいで勘弁してくれ。